ゆいたん、スタマケーク。高校1年目の3月9日17時38分。青春が崩れ去る音がした。あれから1年。こんな日が来るなんて。瞳を閉じればまぶたの裏にいたゆいたん。そのゆいたんからのお呼び出し。ふとこれまでの2年間を思い出してしまった。そんなに1年の春、高校からの共学で浮き足立っていた僕。気づいたらゆいたんだけを見ていた。すみ、ひろ、ゆいたん、バイバイ。あ、バイバイ、お疲れ様。そんな僕の思いとは裏腹に、ゆいたんは次第に学年のアイドルとなっていく。みんなでカラオケ行こうよ。気づけば埋めようのない距離ができてしまった。しかし、季節外れの春が訪れようとしていた。これは話しかけるチャンスだ。ああ、してまともな会話さえできない。まずゆいたんの友達と仲良くなる。一人じゃダメだ。二人ならいける。セカオ？お前セカオってあれだろ。ドラグナイツ、ドラグナイツ。何だ、もう。まさに最近のクラシック聞く。クラシック？お前気取りすぎじゃね？お前絶対聞かねえし、クラシックとか。お前他に何聞くの？本当に何聞くの？田村くん、何聞くの？いろいろかな。僕は気づいた。そもそもがダメだったんだ。それでも僕はクラスが変わる前に決死の思いで呼び出した。忘れもしないあの日。スタマケーク。しかし、僕の青春はまだ終わらせない。どこぞの誰か知らない相手からということで出会い系を始めてみた。まともに女子と会話できずに告白なんてバカだった。はじめまして、深夜と言います。よかったら話しませんか？音楽とか何聞きますか？住んでるとこ近いね。何高校？君かわいいね。全部返信がなかった。もう少し相手の顔面偏差値を下げてみよう。すごく魅力的だなと思います。よかったら話しませんか？返事はなかった。結局誰とも話せなかった。だがしかし、ゆいたんに思いが届いた。ゆいたんは見ていてくれたんだ。しゃっ、頑張れ、頑張れ。そして僕は4組に向かう。春へと続く2年の3月。
急に呼び出してごめんね。廊下とか誰もいなかったよね。じゃあよかった。じゃあ単刀直入に言うね。北村くん、出会い系やってるよね。これ北村くんだよね。それはごまかさなくていいから。どっからその写真。みんなにバラされたら困るよね。いやそれはそこで取引アルカップル別れさせてほしいの。そしたらこのことはバラさん。そう、僕の知ってる言いたこと。何？私の何知ってるわけ。もうやるしかないんだよ。みんなにバレてもいいの？それはそう。やるの？やらないの？はっきりしろよ。やります。よかった。でもそれブレイクしても仕方ないか。だから今日から私の下僕な。あーゆいだわ、本当に見ていた。このカップルを別れさせてほしいの。何の人？引き別れた？お兄ちゃんが騙されてて。あれ一人っ子じゃなかったっけ？ごめん。お兄さんかっこいいね。でしょ、カエルさんかっこいいでしょ。ゆいたんさ、あのさ、ゆいたんって呼び方やめてくれる？ごめん。本当にやるの？そうね。とりあえず作戦の話するわ。ほんまかな、こうビッチ課題作戦。てか君かわいいね。そして無理やりキスして彼氏の方にその写真を送りつけるの。はあ？だってファーストキス。童貞かてめえ。やれ。なんかない？
なんかさ、うずうずしてて本当に嬉しいよね。あ、やめろ。今度は KK か。バランス悪っ。ごめん。全然ダメ。耳元で高ヒロゲーなのってカナコに言った。絶対カナコやる。ね、やって。はい。なんで？ちょっと私やるから。はい、答え。いくよ。最高でした。ふって知ってもらったとこちょっと行こうかなかったんで、明日もう一回いいっすか。あ、ごめん。てかさ、今日のさ、どっちの見た？乃木坂にハマっちゃったよ、マジで。本当にやっぱさ、アイドルと仲良くなりたい。いや、そりゃそうっしょ。いや、マジさ、夢にさ、生駒ちゃん出てくるようになっちゃって。あー、マジ、マサイメになってくんねえかな。そうか。なんだよ、お前、気持ち悪いな。お前に言われたかね。結構溶けたね。あら、タカヒロじゃないの。聞いて、あの、いつものように銭湯で男の子をじーっと観察してたのね。そしたら、あのサラザード元気さんが来てて、あ、レスラーのね、キャーかっこいいとか思ってたのでね、ちょっと魔が差しちゃって、ちらっと元気さんのあそこ見たら全然元気じゃなかったの。私そういうので判断しないけど、がっかりしたわよね。ごめんなさい。まだこの女に言ってないのね。何なんだ。あ、昨日の夜もすごかったんだから。あ、いえ、じゃ、あ、ごめんなさい。いや、じゃ、誰だよお前。ちょ、かなこ。よし。あ、いや、これは違うんだ。いいと思う。
れたみたい。イエイ。よかったね。うん。まさらだけどさ、私も出会い系やってたんだよね。北村と同じやつ。出会い系ってさ、なんか素でいられるよね。なんかみんなからゆいたんゆいたんって言われて、ここにいるのは西原ゆいじゃなくてさ、ゆいたんなんだよ。僕は西原ゆいを知ってる。僕は。でも自分自身でも自分のことなんて分かんないのにさ、他人が知ってるなんておかしな話じゃない？そうだね。でもうまくいくといいね、高弘と。やっぱ分かってた。まあさすがにね。うん。今週末デートなの。そこで言う。あら、頑張りなさいよ。頑張る。今日で下僕も終わりです。解放します。で僕は来たんだ。
動物園とか久しぶり来ませんでした？私結構キリン好きなんですよね。あ、でもライオン赤ちゃんも結構好きかな。高弘さんって何が好きなんですか？その最近やってなかったですよね。本当はさ、出会い系やめようと思ってたんだ。なんでですか？かなこと付き合うことになったから。彼女、刺激じゃない何かがあったっていうか、まあ、結局変なことで別れちゃったんだけどね。ああ、ごめん、急にこんな話で。大丈夫です。あんなに頑張ったから見届けようと。バカ、このタイミングで来んなよ。違うんだ、やっぱ言わなきゃって。なんていうか、本当はみんなに出会い系バレてもよかったんだ。一番バレたくない人にバレてたから。正直イメージと違うなって思ったし、とか思ったけど、でもそんなんで嫌いになれないし、なんかこう理屈じゃなくてもっと知っていきたいと思った。僕は西原優衣が好きなんだ。
1年の時からずっと。そしてこれからも。ごめん。うん、分かってたんだ。ただ伝えておきたかったんだ。だからその西原さんも高弘にありのままをぶつけて。そうだよね。誰？お前。ごめんなさい。高弘さんたちを別れさせたの私なの。いえいえ、何の話？私がやったの。前さ、だって私高弘さんのことが好きだから。ふざけんなよ。自分が何したか分かってんのか。何が好きだからだよ。調子乗ってんじゃねえぞ。たまたま可愛いから遊んでただけなんだよ。おい、言っとくけどな、お前顔可愛いだけで性格マジでブスだぞ。そもそもこんなことさせるなんて頭おかしいんじゃねえのか。なんだよその全だよお前。やめろ。バカげたことするくらい西原さんお前のことは好きなんだよ。知るかよ。その気持ちぐらい受け止めろよ。西原さんは人を脅すし下僕とか言うし無理やりキスさせようとするし、でもそれくらい必死になれる人なんだ。もういいって。ごちゃごちゃわけわかんないこと言ってんの。私彼女さんのところに謝りに行きます。ちゃんと誤解も解きます。僕も行く。もうちょっとしたら行こっか。ありがとね。心地よい沈黙があることを僕は初めて知った。